どうも、ウィータローです。ちょっと前まで入院してたんですけど、退院祝いというか、なんというか、奥様に小江戸ビールをなんかいろいろ買ってきていただいたんで飲みたいと思います。これちょっとね、飲んだことはあるんですけど、小江戸ビールね、なんかこう見たことのないものがいっぱい買ってきてくれたので、ちょっと飲みたいと思います。ライクライトニングウエストコースト IPA。 とりあえずまず IPA ですかね、タイプとしては。あ、すごい、開けた瞬間になんか香りがめちゃめちゃいい。あ、なんか色も少しだけ白濁してるというか、透明ではない感じ。なんかおしゃれな感じの。じゃあいただきます。 あすごい、なんかシトラス、そうだね、シトラスとかトロピカルフルーツみたいな香りがする。ああ苦味も、後味の苦味もしっかりある。ライクライトニングっていう名前なのかな。香り豊かな3種のホップをふんだんに掛け合わせ、シトラスやトロピカルフルーツを思わせる爽やかなホップアロマに、黄金色のドライで軽快なボディ感、程よいクリーンな苦味、口に含んだ瞬間まるで春の到来を告げる春雷の稲妻のように突き抜けていくウエストコースト IPA に仕上げました。ああなるほど、確かにだわ。なんかすごい華やかなんだけど、あれですね、後味にしっかりホップの苦味もあって、軽やかだけどめちゃめちゃ濃厚な感じ。ああ美味しい。これおお、飲んじゃった。爽やかで美味しかった。ビール最近あんまりいっぱい飲めないんですけどね、お腹いっぱいになっちゃう。でもなんか爽やかでめちゃめちゃ飲みやすかったです。これはまた飲んでみたいな。すげえ美味しい。で、これはヘッフバイツェンかな。バイツェンですね。小麦のビール。めちゃめちゃ好きなんだけどな。ちょっとこっちを最初飲んでみようかな。小江戸ビール。ベニカ。インペリアルスイートポテトアンバー。さつまいもを使ってるみたいですね。
では。あれなんだね。一応ビールなんだけど、副原材料を使ってるから、日本の法律的には、発泡酒なんですね。おー、すごい。色が。もう完全に。濁った色ですね。ああ、甘い、さつまいも。まあとりあえずいただきます。ああ、おお、香ばしい。赤みがかった琥珀色と香ばしい甘みが特徴のプレミアムエール。上質の麦芽とさつまいも、これなんて読むんだろう、ブッシュって読むのかな、ブッシュ小江戸川越産金時さつまいも紅赤焼き芋加工ですね。さつまいもから生まれた、ル、え、なに、生まれ、なんて読むのこれ、ルイ、漢字読めない、丸い、ルイマレ、な、なに、まれな仕上がりです。さつまいもの風味と色にちなんで、紅赤と名付けました。本品は、ろ過をせず樽詰めをしています。無ろ過、生、ならではの、芳醇な味わい、日本、川越オリジナルエールをお楽しみください。うん、ムロカビール、うわ、ちょっとゆっくり飲みたいね、これはね。ほら、なんかね、思ったよりこってりではない、すっきりだけど、こう余韻にさつまいもの甘みとホップの苦みがね、なんか調和、程よく調和してる。甘いのと苦いのが喧嘩してないというか。うん、美味しいね。ちょっとね、あれだね、香ばしさもあって、めちゃめちゃ美味しいビールです。あ、これも飲みたいね。好きなんですよね、バイゼン、小麦の白ビール。美味しいですよね。ちょっとね、無濾過ビールなんで、下に沈殿物がね、溜まってるからね、こう注ぐときにうまく、その沈殿物をうまく混ぜながら出さないとね、こう、ちょっとその、美味しさも、美味しさが瓶の中残っちゃうので、
5時だ。チャイムが鳴ってる。よし。ちょっとグラスを忘れたんで、ちょっと。グラスを持ってきます。おい。持ってきました。シュピギャラ。バイチェングラス。バイチェンね、これ多分、どんぐらい入んだろうね。700ミリぐらい入んのかな。ちょっと、ちっちゃいですけど。小江戸ビール白いただきます。おー、いいね。おいしい。ムロッカビールならではの明るく滑らかな悪濁色が特徴の小麦ビール。小麦麦芽とそのために特別に選んだ酵母が醸し出す甘い香りは果実を思わせ、爽やかながらもコクが感じられる滑らかな舌触りと喉越しをお楽しみいただけます。個性的な味わいながらも包み込むような優しい特徴と、その色にちなんで白と名付けられました。これは、飲んだことあるかもしれない。美味しい。なんだろう、桃とかそういうバナナとか、そういったこう、なんだろうね、まったりとした果物の味と、なんかすごい余韻だけど、ホワイトチョコレートみたいな甘みも感じるかな。美味しかったです。これね。ああ、なんかこれね、カラメルみたいな香りもする。
おいしい、おいしい、おいしかった。これ多分小江戸ビールを普通にほら樽生で出してるお店とかもあると思うんですけど、実際こういう瓶詰め缶詰のものしか飲んだことないんで、ちょっとねうちからも近いんですよこれ、作ってる小江戸ブルワリー川越なんで、ちょっとねまあどっか飲めるとこ探してちょっとまた飲みに行きたいなと思います。じゃあありがとうございました。またバイバイ。